皆さんこんにちは、トロピカチャンネルへようこそ。どうも、トロピカプレゼンテーターのブッチーです。今回は安いのに効果大、スポンジフィルターのおすすめ商品ベスト5というテーマでお話ししていきたいと思います。トロピカチャンネルでは毎日動画を更新しています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。またこの動画の内容をさらに詳しく解説した記事は月刊220万 PV を誇るウェブメディアトロピカをぜひチェックしてみてください。さて、今日はスポンジフィルターについてです。皆さんは使ったことありますでしょうか？スポンジフィルター。スポンジフィルターはそのシンプルな構造ゆえに安価で手軽に導入できるろ過装置です。ろ過能力はそれほど高くないのですが、稚魚など小さい生態を吸い込んでしまう心配もないので、まあ、そのような水をなかなか汚しにくい生態を飼育するときにおすすめです。また大型魚などの飼育においてもサブフィルターとして導入すればメインフィルターへの負担を緩和できるので飼育環境の維持に一役買ってくれます。便利です。そんなスポンジフィルターおすすめの商品はこちらの5つです。じゃん。はい、1テトラツインブリラントフィルター、2 LSS 研究所バイオスポン、3、日動コネクトスポンジフィルター、4須藤ベタのフィルター、そして5回鼓動オリジナルスポンジフィルターのシリーズ。はい、こんな感じです。スポンジフィルターはどこも同じように見えるんですけれども、各社個性のあるスポンジフィルターを開発販売しています。そして動画の後半ではスポンジフィルターのメリットやデメリット、そしてどんな水槽にスポンジフィルターを使うべきなのか、スポンジフィルターの選び方をじっくり解説していこうと思います。ズバリこの動画のメインは後半です。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スポンジフィルターのおすすめ5つを1つずつ解説していきましょう。おすすめスポンジフィルター1、テトラツインブリラントフィルター。外部フィルターの給水口に取り付けるオーソドックスなタイプのスポンジフィルターです。スポンジが2つ付いたタイプでろ過能力が向上しており、稚魚やメダカ、エビがいる水槽で使用するのに適しています。色合いも水槽内で目立たない配色になっており、干渉線も考慮されている点がポイントです。 2LSS 研究所バイオスポン。スポンジの他にもろ材が追加できる設計のエアリフト式スポンジフィルターです。少量ながらもろ材を入れられるスペースが設けられており、スポンジフィルターの弱点であるろ過能力の低さを補えます。ろ材の収納部分はマグネットで着脱できる構造なのでメンテナンスも簡単です。3. 日動コネクトスポンジフィルター。コンパクトなデザインのエアリフト式スポンジフィルターで、価格も手頃なのでサブフィルターとして導入しやすいモデルです。その大きさからプラケースなど超小型水槽にも最適で、上層から中層のろ過を主眼とした U スタイルと底面のろ過をメインとした L スタイルを目的に応じて使い分けることができるスポンジフィルターです。おすすめスポンジフィルター 4. 須藤ベタのフィルター。その名の通り、ベタ水槽に導入することを考慮して設計されたエアリフト式スポンジフィルターです。ベタのフィルターとありますが、もちろんベタ以外の生態にも使用が可能で、強い水流を好まない小型の生態には最適です。スポンジはバクテリアが定着しやすい構造のものを使用しております。おすすめスポンジフィルター 5. 回鼓動オリジナルスポンジフィルターシリーズ。金魚の飼育を主眼にしたエアリフト式スポンジフィルターで、さまざまなバリエーションのスポンジフィルターがあります。他のスポンジフィルターとは異なり、投げ込み式フィルターのように底面に直接設置する方法で、底面と接触するウェイト部は丈夫かつ重量があるので、金魚などに動かされたり倒されたりすることもありません。使いやすさで言えばピカイチでしょう。以上、おすすめのスポンジフィルター5選でした。お気に入りのスポンジフィルターは見つかりましたでしょうか？続いてはスポンジフィルターのメリットとデメリットについてです。まずはメリットから、こちらです。1価格が安い、2水流に弱い稚魚などの生態が吸い込まれない、3メンテナンスが簡単、4エアレーションを兼ねることができる、かっこエアリフト式。こんな感じです。エアリフト式の場合は使用するには別途エアポンプが必要ですが、スポンジフィルター本体は数あるフィルター類の中でも最も安価な部類なので、エアポンプと合わせて手軽に購入導入することができます。
次にエアポンプで発生する水流は穏やかで静音性に優れており、取水口にスポンジがあることから稚魚などの水流に弱い生態をフィルターに吸い込んで死なせてしまうこともありません。そのことから特にメダカやコリドラスの稚魚、南沼エビやビーシュリンプ系のチエビの飼育におすすめです。さらに汚れてきたらスポンジ部分を取り外して洗えばいいだけなのでメンテナンスが簡単です。またエアポンプと接続した状態で使用するのでエアレーションを兼ねられ、ろ過と一緒に酸素供給ができるためバクテリアの繁殖が円滑で水槽の立ち上げがスムーズに進みます。逆にデメリットとしては次の点が挙げられます。 1. ろ過能力が低い。 2. こまめなメンテナンスが必要。 3. 水槽内で目立つ。フィルターの能力は一般的には入れられる露材の量に比例します。そのため基本的にはスポンジしかない、露材がないスポンジフィルターはろ過能力に劣ります。また使用している環境にもよりますが、スポンジは露材と比べると目詰まりを起こしやすく、機能を維持するためにはこまめなメンテナンスが要求されるということもデメリットです。メリットのところでもお伝えしたように、メンテナンス自体は簡単ですが、回数が増えるのは手間かもしれませんね。それからスポンジフィルターはその構造から場所を取りやすいので水槽内でかなり目立ってしまうという点にも注意してください。特に昨今流行っているスポンジが2つ付いているタイプのスポンジフィルターはものすごい存在感があります。その点にはあらかじめ覚悟をしておいてください。それではお待たせしました。メリットやデメリットなどいろいろ言いましたが、それではどんなスポンジフィルターを使えばいいのか、その選び方の解説です。現在ではスポンジフィルターにもバリエーションが増え、大きさが異なるものやスポンジの数を増やすことで能力を向上させているものなど、さまざまな製品が販売されています。それらスポンジフィルターの選定方法としては、まずは生態と水槽のサイズを念頭に置いてください。デメリットのところでお伝えしたように、スポンジフィルターのろ過能力は優れているとは言い難いので、メインのフィルターとして機能できるのは小型水槽で少数の小型魚を飼育している場合や稚魚水槽などです。大型水槽で大型魚や多数の生態を飼育する環境ではサブフィルターとして導入し、メインフィルターの負担を緩和するという使い方が一般的です。次に生態の特徴を考慮して導入するタイプを決めます。スポンジフィルターで管理したい生態が水を汚しやすいか否かで導入すべきものも変わってくるからです。具体例としては、稚魚やメダカなどのあまり水を汚さない生態であれば、単独のスポンジがついたシングルタイプでも十分に機能してくれます。しかし金魚などの大食漢で糞の量が多い魚種に使用したいのであれば、大型のシングルタイプやもしくはスポンジが2つついているツインタイプがおすすめです。またデメリットのところでも述べたように、スポンジフィルターは結構場所を取るので干渉性を重視したいときに、能力が高い大型のあるいはツインタイプなどスポンジが複数ついたものを導入すると目についてしまうという点には注意してください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日のお話をまとめるとこんな感じです。はい、スポンジフィルターおすすめ商品はこの5つです。1. テトラツインブリラントフィルター。 2. LSS 研究所バイオスポン。 3. 日動コネクトスポンジフィルター。 4. 須藤ベタのフィルター。 5. 海古道オリジナルスポンジフィルターのシリーズ。はい、そしてスポンジフィルターのメリットはこちら。価格が安い、水流に弱い、稚魚などの生態が吸い込まれない、メンテナンスが簡単、そしてエアレーションを兼ねることが可能、かっここれエアリフト式の時です。はい、そしてデメリットはこちらです。はい、ろ過能力が低い、こまめなメンテナンスが必要、水槽内で目立つ。はい、そして最後にこれらの特徴を加味して水槽のタイプごとに使い方を検討しましょうという感じのお話をしました。はい、スポンジフィルター使ったことがないという方も多いのではないでしょうか。正しく使うとろ過の補助にもなりますし、小型水槽の維持も簡単にできるようになるし、でとても汎用性の高いろ過装置です。ぜひこの動画を参考にスポンジフィルターを使ってみてください。トロピカチャンネルではアクアリウムに関する情報やテクニックを毎日発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。この動画が皆様の素敵なアクアリウムライフの手助けになれば幸いです。次回の動画もお楽しみに。